開示の名言を楽しむ視聴者の反応集。金や物、人やチャンス、ポスト、人脈、なんだってそうだ。この世の全てが有限である以上、奪い合いは当然、ぼさーっとしてたら、みんな奪われる。失うだけだ、何も得られない。気がつけ、行動なんだよ。人生は、もう失うものなど何もない。今日だけ頑張るんだよアホ。すでに持ってるからニートなんだよ。キンキンに冷えてやがる。孤立せよ。奪われるも何も持ってるものありませんし。自由な時間は持ってるわ。開示って学生の時に読むべきだと思うんだ。30過ぎてからでは時すでに遅し。時すでに遅いからわかるというジレンマ。明日から頑張るんじゃない。今日だけ頑張るんだ。今日を頑張ったもの、今日を頑張り始めたものにのみ、明日が来るんだよ。アジフライ。ダブルでボケツ、ダブルボケ。なんだかんだで敵で一番好きなのは利根川。焼き土下座。廃寺の名言に見えた。胸を張れ。贅沢負けた時こそ、胸を。世間はお前らの母親ではない。お前らクズの決心をいつまでも待ったりはせん。定愛グループって所詮ヤクザでしょ。人生に借りなどない、すべて本物だ。一生迷ってろ、そして失い続けるんだ。貴重なチャンスを。最近だと信じず、愛されず、救われず、だから救わずとかそんなのが良かった。ゼロの序盤の鉄球落としで瀕死になった仲間の回想だったっけ。どんなに金があってもダメなんだ人生は、愛する者がいて、そしてその人から愛される、それが一番の幸せなんだよ。疑うというのは、もっとその人のことを知りたいってことなんだよ。金は命より重い。開示は福本が身を削るようにして生み出した作品だからな。そりゃ胸に刺さることもあるさ、今の赤城は。開示三大激アツシーン、負けた時こそ胸を張れ、開示君ならできる、託せる、あと一つは、焼き土下座、奴隷は二度刺す。これは確かに熱かった。焼き鳥は熱かったかもしれない。生き残った生き残った。命は大切にしすぎるとよどみ腐る。名言っちゃ名言やな。どうしてだよー。迷ったら望みだろ。よく考えたら3個に絞るなんて無理な話やったな。ローン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 。明日頑張るんじゃない、今頑張るんだ。こういうスレで語られない限定じゃんけん、石田さん救うシーンとか良かったけどな。勝つ目せよ、やろ、ピンゾロのとこアドレナリンドバドバで鳥肌立ったわ。開示ってたまに興奮でゾワってなるシーンあるよな。ハマっている、泥柱、首まで、会長くじ引きの反省会。このエリアごと傾けてきた、二重の奥傾斜によるもう一つの現象、当たりかな。黒服にお金もらって焼肉屋に合流するとこ。誰が笑えると言うんだ。彼を、利根川復活してほしい、失脚して廃人かとか悲しすぎる。なんかで復活してくれへんかなー。今の福本にやらせたら中途半端に利根川取り込んで絶対つまらんことになりそうやわ。まあな、利根川のキャラも崩壊しそう。スピンオフで底知れないサイコパスだった黒崎が本編では低愛のブラックな社風にうんざりしてる小市民になったのほんまがっかりしたわ。これなぁ、利根川に出てくる黒崎のイメージが良すぎたわ。原作の黒崎にはほんまがっかりや。黒崎はあの底知れないサイコパス感が良かったのにな。ただ会長に合わせてるだけの小物やったという事実。表では穏やかやけど裏では冷酷みたいなキャラの方が絶対良かったよな。公式同人誌では土下座後は気楽な生活してるであろうからセーフ。あれを公式とするならもう出番ないやろね。ここやろ。これほんまにゾワってなった。ここええよな。開示が初回に班長に同じ理屈でやり込められたのを返しとるってのがまたいい。思いついたのここやったわ。勝目せよは別のシーンやったここや。小田切と岩田おるんやな。ピンゾロ連チャン確定するシーンは爽快感やばすぎなんだよな。鉄骨渡り原作だとガラスの階段が浮いてて草やった。さすがに無理があるでしょ。勝利とは具体的な賞賛の彼方にある確かな現実だ、みたいなところ。じゃんけん編で開示が奴隷部屋から出られたロジック未だに納得できてないんやが、他の奴が隠して持ち込んでいた宝石を強奪してその金で釈放って、人から力ずくで奪ったものなんやしよくて黒服が没収。なんなら持ち主に返して終わりやろ。福本ワールドやぞ。あのジジイも隠して持ち込んだんやし証拠がないやろ。開示が最初から俺のだって言ったら終わり。そもそも破棄したカードで愛子消費ができないのも普通なら帳尻合わせてくれそうやけどそうしないんだから黒服的にはどうでもいいんだろ。正しい裁定下す必要もないし。というかあの波数残りって破棄がなくても普通に起こりうるからな。ギャンブルと関係ない争いに黒服は関係しないやろ。悔しい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 、だが、これでいい。沼編は映画のが熱いと思う。ほぼ利根川のおかげやけど、
たとえどんなに、不運、不幸、不月に見舞われようと、俺は決して諦めない。ねじ伏せる、最悪の運命。境遇、ありとあらゆる障害、不平、不正、すべてをねじ伏せ。俺は勝つ、長いけどこれが好き。カイジの精神力の強さが現れるシーンよな。金は命よりも重い。命かければ金は買えるけど、金で命は買えない廃論破。ただ後ろから刺されたそれだけだ。チレ、マリオがエレベーターから消えてたシーンやな。あれほんまくさ、おっちゃんが追加資金持ってきてくれたところ。てかしたっちゃん、起死回生。石田さんが落ちてカイジが鉄骨渡り切る決意するとこ。鉄骨渡りの主役は石田さんよな。焼き土下座で泣いちゃうカイジくん好き。ここまでワンポーカー編以降の名シーンなし。マリオの金なんてゴミだ。金なんてゴミ、あんなものゴミ、ありがたがってたまるかよ。でもそのゴミのために人は泣き、わめき、狂い、死ぬ。俺は、もう、たくさんだ、得る、金を得なきゃ、結局は金に振り回され、翻弄される人生。うんざりだ、俺は、もう、うんざり、だから勝つ、このチャンス、絶対に逃さない、とか、一個前のやつやっけ？カイジって底辺にぐさぐさ刺さる名セリフ多いよな。バスケットのゴールが100メートル上にあれば誰もシュート打たないとか、お前らが期待してるいつかなんて来ないし、いつかがないことを死ぬ間際に知るとか、福本の漫画は自己肯定感が低いやつ、明日から本気出すから系のやつにぐさぐさ刺さるセリフ多いわ。漫画やから笑ってられるけど、三好とかあれまんまはいやからな。17歩は、まだまだ長引くと見せかけてふっと決着つくのが好き。キンキンに冷えてやがる。脳幹、お前ら、それでも人間か。エスポワールはフランス語でどうこう。戦争だろうが。ここだここで行く。押せ押せ。ノモはネクラデウスノロのマイペースやろう。戦争だろうが。至福の傍観。沿道、ただ突っ立っているだけ。ガチで好きなのは沼の時トイレでカイジが沿道に行った希望に進むのが気持ちのいい人生ってもんだろ。意味不明超えて意味発明みたいなセリフすこ。牛。奴隷は、二度刺す。お前に一郎の何がわかるってんだ。優しいおじさん。最新の班長面白かった。めっちゃ久しぶりにミクシーログインしたわ。若者は掴みに行かなくちゃなんねえ。福本ってもともと人情話でやってた人やし、カイジもいっそ完全にそっちに振り切れ。2000万は35歳や40歳になってやっとたまる金額なんだ。たまらないんだよなぁ。たまるけど、たまらんなぁ。4年もあればたまるだろ。多分その時やっと500万くらいだわ。それは利根川目線やから。大卒なら1年で100万とか実家じゃないと無理やろ。負けた時の処遇なんてそんな話はもうやめろ。それが無意味なことはもう話した。これ以上は泣き言に等しい。泣き言で人生が開けるか。結婚してたらほぼ無理やろ。結婚して子供おる前提やったろ。あくまでも学生時代から競争して勝ち残った奴らの話やからな。エリートはって話やろ。車買ったり趣味あったら独身でも無理。実家暮らしなら安月給でも余裕で貯まると思うが、家賃を払いながら貯めるのは無理や。あれエリートの話だぞ。そう考えたら金持ちの家に生まれるってほんと勝ち組なんだなぁ。って、38歳くらいまでかかるな。実際そんなあっても特に使わんしな。今後のために置いとくだけや。エリートが家族持って貯まる金額だから、何平民とは無縁の話やで。現在の貨幣価値に換算すると200万円である。結婚してなくて家買ってないなら貯まるで。利根川の経験談だぞ。結婚してないし。独身40歳で1000万円の貯金も無理やわ。何にそんな使うんだよ。家賃と社会保険料、この二つは地方出身者にはエグすぎるわ。川崎って働かずに毎年2億とかもらってなかった？これで浪人とかしてたら1000万もたまらんからな。実家暮らしなら年100万は貯金できるからできる。賃貸でも家賃補助があれば年50万は貯金できるからできる。賃貸で家賃補助なかったらできないからできない。利根川って低愛にいる意味がないよな。あんなとこやめた方がいいやろ。40歳で年収1000万はまあ普通やけど、結婚して家買ってたら貯金ないで、生命保険もあるし、結婚すると金がなくなるという謎の信仰あるな君らは、実際は生活費が効率化するから共働きなら金貯まるで、子供おらんかったらせやな。ほんまか？家のローンと車のローンと各種保険料考えたら二人でも厳しいやろ。家賃補助月6万あるから家は買わない。車は中古で現金。ワイはまだこなしやが赤ちゃんなんか金かからん。赤ちゃんは金かからんけど、大きくなったら金かかるやろ。えらく先の話やろ。その頃にはワイの所得は強化されてるわ。それが思いのほか伸びなくて苦しむのが多いんやろ。そんなんそいつのキャリアデザインがクソとしか言えんわ。
オレオレ詐欺で1億円とかたまに取られるけど、何をどうすればそんなに貯まるんやろな。あの年代だから金持ってる、40年後は金がない。あれって悲しいよなぁ、若い頃からコツコツ貯めて使う機会ないままそのまま騙し取られるとか。悲しくないやろ、残り少ない人生で1億もどう使うねん、取ったやつがパーッと使ってくれて経済回した方がいい。あのセリフ長いけど好きやわ。年100万貯金とか無理やろに、3台は車買うやろし。なお、ネットには1年で200万円くらい貯金できる人間がゴロゴロいる模様。それに比べてお前らはなんだ、必死に勉強したわけでもない、懸命に働いたわけでもない。何も気づかず、何も耐えず、何も乗り越えず、だらだら過ごし、やったここといえばほんの十数分の余興。アニメ版のこのセリフの読み上げ方本当に好き。ホリエモン原作の漫画で、家と車と結婚諦めたら1億7000万コストカットできるとかあったな。変な資産ではあるよな。まっとうに生きてたら投資に回して回収前だし、稼ぎが悪い奴には無理だし、30歳で1000万くらいもらえるところやないとここまで貯めるのは無理やない？溜まってんなおい。子供の頃から勉強漬けってことは早慶東大レベルやろ。そこから一流企業に入って競争に勝ち抜いたってことはスピード出世したエリートやから頷ける。出会いは金払いだけはかなりいい説。かなりレアケースやと思う。収入はそこそこ、30で600から800、40で800から1200ぐらいで子供おらん男やから底辺は独身やけど底辺やし、上級国民がその年になったぐらいに貯まるって言ってるやん。底辺が35歳や40歳で貯めれたら誰も苦労しねえわ。上級国民 1% ぐらいやしなぁ。実際あんな鉄骨渡りでもらえるなら安い。奨学金返済してるやつはそらたまらんやろ。あれひどい制度やな。社会人生活スタートした時から借金持ちとかも持てつかと。しかし金もないのに大学に行く方も悪いんか？ようわからんわ。奨学金借りて返せないしかじか言ってるやつがアホなのは間違いない。100万借りて10年で返して返済額103万とかやで、年100万以上か。ボーナス全額貯金とかならまあなんとか貯まるやろ。ボーナス6ヶ月分出るようなところに勤めてるなら貯まるんちゃう。なんじゃいってもっと金持ちやと思ったら違うんやな。25歳Y でも1500万貯まったで。でも君らはここが地獄の底だとまだ気づいてない民やん。